さんこんにちは。ピアノ教室応援コーチ星名陽子です。このシリーズではピアノの先生のための失敗しないメール術をお送りしております。前回はですね、メール活用、こういったものに適してるよっていう話をいたしました。今日はですね、実はですね、メール、ここ一つ押さえておくと、相手の人とのこうストレス感は、なんでこういうメール来るのかしらっていうところのですね、謎が分かるというか、その謎が分かった上で、あ、じゃあこうしたらいいのね、あ、こういうメール飛んできても、びっくりしないわみたいな、そういったことですね、メール術といっても、メールコミュニケーション術ですね。で、私一応こういうことしてますが、本職はですね、コーチングのコーチでいます。コーチングコミュニケーションのね、仕方をそういったスキルをいくつかあるんですけども、そういった中でタイプ分けっていうスキルがありまして、コミュニケーションを取るときにとてもね、これを少し分かってると分かってないとでは違うということがあるんですけども、そういったところでですね、ちょっと今日はそのタイプ分けについてざっくりですね、セミナーでも2時間しっかりお伝えするような内容ですので、ちょっとここでざっくりと、この本なんかにも書いてあるんですけども、コミュニケーションの傾向というか癖というか、そういったものが皆さんあってですね、ざっくり4つのタイプに分かれられるっていうふうに言ってるんですけども、自己主張の強いタイプと、そうでないタイプ、弱い、ね、あと感情の表出が多いのと少ないので、こうね、表がありましてですね、それぞれに自己主張が強くて感情の表出あまりこう表情に出さないけど言いたいことは言うよっていうタイプの方、コントローラーっていう名前をつけてるんです。こちらのね、コーチングのプログラムでは。で、自己主張を、強いけど強いし、もう感情表出楽しいなとか今こうなんだみたいなね、感情表出の多い、タイプをプロモーターって呼んでます。また感情の表出はね、ニコニコとかね、あーがっかりとかね、その感情の表出多いんだけど、自己主張、自分はこうしたいんだよってことはあんまり言わない、表情はすごく あるんだけど、自己主張はあんまり出さない、このサポーターって言います。どっちも少ない、こうしたいんだよっていうのはあんまり出さないし、こう感情の表出もあんまりこうたくさん幅が出ないタイプをアナライザーって言います。この4つのタイプによって、そのメールのですね、出し方、またこちらが出す時にもちょっと注意してほしい点がいくつかあるんですね。これから4つのタイプに渡ってお話しようと思いますので、ぜひですね、まずこのコントローラー、プロモーター、アナライザー、サポーター、4つのタイプ聞くとね、自分がまず何かっていうのも分かってきます。皆さんのメールの癖なんかも見えますので、ぜひそういったものもね、見てもらったらいいかなと思います。